オセファナ・コブルコバ・ヨセフィーナ・カブリーコバーは、チェコの植物学者である。フラデツクラーロベー州のウルフラビーで生まれた。父親は、ドイツ出身の紙工場の工場主、デビッド・エタラであった。幼い頃から自然を愛し、その経験や花のコレクションは、後の植物学研究のもとになった。主婦として、家事を行うように育てられ、12歳で、 プラハのセイウルスラ修道会で教育を受けた。19歳で薬剤師のボージ自宅ムコブライクムと結婚した。夫は有能な科学者で兄弟が継いだ紙工場の新しい漂白方法を発明した。夫はヨセフィーナが植物学の研究をするのに理解を示した。カブリーコバーはイゼラ産地やスニエシカ産などのコーチで植物や化石を採集した。 1819年にオーピッツによってプラハに設立された植物標本交換会のメンバーとなり、多くの標本がヨーロッパの研究者に提供され、カブリーコバーの名も知られるようになった。1841年に王立ババリア植物学会の巡会員に選ばれ、ウィーン動物学、植物学会の唯一の女性会員となるなど多くの学術団体で活動した。 コブラックは植物の学名で命名者を示す場合にヨセフィーナカブリーコバを示すのに使われる。チェコ語の習慣では性に男性型と女性型があって男性の性にオーバーをつけたものが女性の性になる。ありがとうございます。